1865年、元治2年正月6日から10日間続いた長州藩の内抗戦、大田江戸戦役。尊王攘夷を掲げる正義派が幕府に恭順する俗論派と戦い、これを打ち破りました。お伝えしきれなかった美祢市に残る大田江戸戦役ゆかりの史跡を探訪してまいりましょう。今回と次回と2回に分けてお送りいたします。はい、こちらは山口県美祢市にある新教寺です。木島又兵衛が禁門の変で戦うために創設し、大田江戸戦役で高杉晋作が率いた遊撃隊。その遊撃隊士、斎藤左中のお墓があると知りました。女性のようなお名前ですが、遊撃隊士ですから、きっと勇敢な人物だったのでしょう。お寺の入り口のすぐ近くにお墓がございました。手を合わさせていただきました。はい、そしてこちらは山口県美祢市にある力士隊のお墓です。伊藤俊介、後の伊藤博文が率いた所帯でした。地図通り行きましたが、道が消えているのでやめておきました。危ないことはやめておこうと思いました。手だけは合わさせていただきました。はい、こちらは山口県美祢市にある陽泉寺です。大田江戸戦役が開戦する直前、長州藩の所帯の一つ、正義派と俗論派のどちらにも組さない荻野隊が、陽泉寺に立っていた立派な松に提灯を引っ掛けて停戦を呼びかけたと言われています。総松は提灯松と呼ばれていましたが、今から40年ほど前に伐採されたそうです。歴史の生き証人だった松でしたから非常に残念です。結果的にこの戦争を止めることはできなかったけれど、命を懸けて止めようとした男たちがいたことを忘れてはなりません。はい、こちらは山口県美祢市にある願成寺です。2020年令和2年に明治維新150年を超えた記念と、両陣営の戦没者を数を足した200本の桜の木がこちらに植えられました。正義派、俗論派を問わず両者を供養するというのは、なんと素晴らしいことでしょうか。美祢市の幕末を愛する方にこちらに連れてきていただいて初めて知りましたが、願成寺さんに荻野大使のお墓があると教えていただきました。福島平吉という大使の方が眠るお墓でした。中立だった荻野隊は結局は引っ張られる形で俗論派に組みし、患者として正義派の動きを探っていたところを捕獲され、拷問の末に斬首されたと言われています。福島平吉が乗っていた馬のお墓を馬塚としてひっそりとお祭りしていたようですが、眼界で刻銘のない墓碑の後ろに新しく立派な墓碑が建てられています。正義派所帯の墓碑は数あれど、萩政府軍の墓碑が建てられたのは福島さんで5人目だそうです。願成寺の近くは当時患者が峠と呼ばれ、福島平吉のこの事件がきっかけだったと言われていますが、令和の現代になってもこうして大切にされているというのは素晴らしいですね。大田の方々、願成寺さん感動しました。連れてきていただきましてありがとうございました。手を合わさせていただきました。お邪魔いたしました。はい、最後になりますが、こちら山口県美祢市光明寺にある観衆墳墓です。車を止める場所がなく困っていたら古老の方がここに止めてよと敷地に止めさせてくださいました。ありがとうございました。大田江戸戦役で命を落とした騎兵隊、遊撃隊、南苑隊、八幡隊、長州諸隊士17名が祀られております。最大の激戦地であった野水峠や天神峠など各所に散在していたお墓を、1915年大正2年にこの地に合葬したと言われています。かつては国が歳費していたので観衆墳墓と呼ばれているそうです。江戸の開戦の時に命を落とした騎兵隊士で陣馬奉行を務めた雨宮慎太郎がこちらに眠ってらっしゃいました。雨宮慎太郎に諸大使の皆さんに手を合わさせていただきました。長州藩のためにありがとうございました。帰りがけに古老の方が、大使さんに手を合わせれたかね、子供の頃は僕ら大使さんのお墓掃除を用しよったいねとたくさんお話を聞かせてくださいました。地元の方から今も大切にされている史跡に感動いたしました。貴重なお話をしていただきありがとうございました。
はい、今回の長州史跡探訪はここまで。次回でついに大台道線駅の史跡探訪最終回です。引き続きご覧いただけますと幸せます。ナビゲーターはマッキーでした。それでは次回の長州史跡探訪でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。